はいどうもこんにちは、レクミーチャンネル戸田でございます。今回ですけども皆さんからいただいた質問にですね、一問一答でお答えをしていく質問コーナーでございます。さてさて、今日いただいた質問を同志社の、ね、文系の方からかな、いただきました。いつも視聴させていただいております。こちらこそご視聴いただいてありがとうございます。いただいた質問これ大頑張るぞ、いただいた質問がですね、年内にしておくべきことを10個あげるとしたら何でかと教えていただいたら達成したいです。ほんまか。まあちょっとあなたの状況が分からへんけども、おすすめ活動じゃあ10個言う、絶対やりや。僕これね、答えろかどうか迷ったんですけど、スタッフからでもいいリストいただいて、でも達成したいですって書いてるから達成するわけやな。だから達成したい人はそれは手伝わないといかんから、やりや10個も考えるのこれ大変やからね。今から考えながら喋りますけど頼むで。よし、頑張ろう、一緒に。ということで、1個目。あ、まずですわ。あのね、環境を整える編。環境を整える編、いくつか行きましょう。はい。あの、就活最後ね、もう最終面接から逆算してください。これだって内定取らんことには、最終ばっかり行った、決勝まで行ったけど、いつも落ちますねっていうのはこう問題ですから。ね、まあちょっとね、今、時期的にね、12月前ですけど、今、コロナの話どうなるかわかりませんけども、まあリアルでやる可能性はあると思いますし、高いと思います、個人的にはね。会社さんによって。内社ゼロってことはあんたが取ってないと思うから、その準備、スーツちゃんと俺あんのかとか、ちゃんと革靴してんのかとか、髪型ちゃんとしてんのかとか、ネクタイちゃんとしてんのかというようなこと、これをね、ちゃんとあの揃えておくこと、別にこれは、まあそのね、スーツとか何十万とかありますけど、めちゃめちゃ高いもんなんかせえとか言ってんじゃなくて、自分が勝負服やと思える、あの野球のね、ユニフォームだってあるじゃないですか、あれソフトバンクみんな同じ服着てるからかっこいいんですよ、あれ一人だけわけわからん T シャツのやつおったら、お前何しに日本シリーズ出てきてんってなるじゃないですか。まあ、そういう意味では、あの結構ユニフォームっていうかね、自分のスイッチ入れるっていうのにね、人間、この衣装は影響ありますので、あのそれまず整いましょう。はい。で、お金がないならないでバイトするなり、レクミもね、あの皆さんの就活支援金できるだけね、今期は全部の会で出せるようにってやってますけども、まあ、1回数千円とかかな。ですけど、まあ、足しにはなりますから、今、物安いですからね。なんで、物をちゃんと揃えてください。もうあたふたせえ、もうこんなもん年明けにやる、いつやったって一緒ですから、いつでもスーツ売ってますし、はい、季節とか言うてますけど、別にまあ、春もんな、冬もんが2種類ぐらいしかありませんから、まあ、でもちゃんと準備する。これ1個目。で、2つ目、まあ、ちょっと思いついたらまた環境編言いますけども、言いたいのは、SPI とかですね、あの算数国語とかのテストありません、ね、性格なんか別に好きに答えたらよろしいわ。よろしいんですけども、算数国語、あんなもんで落ちるやつとか言ったかな、のは、僕は正直意味わかんないんで、あれ別にうちの息子小5ですけど、あの動画も1回だけ出てくれましたけどね、あれ多分彼が受けてもほぼ満点取ると思いますよ。はい、別にそんな難しいないんで、あれ。だから、あれごときで落ちるっていう状態は、もうさっさとやめる。で、ちょうど今ね、これいつ配信するのか知りませんけど、まあ12月ぐらいに配信すると思いますが、12月までか、12月ぐらいか。1ヶ月あったら、あんなも満点取れますから、これ絶対取ってください。絶対。もうたった達成する言うてるから僕頑張ってるんでね。はい。ということで、2つ目もこれ絶対やってほしいね。あとは、就活友達作ろう。はい。もう今いるかもしれません。今いるかもしれませんけど、今仮に5人おるんやったら、3倍、15人。10人おるんやったら3倍、30人。あ、15人、45人か ?45 人。100人おったら、まあ、なしでもええかも。まあまあ、それでも何倍かしよう。就活友達増やしてください。これはね、むちゃ大事です。あのね、一個はね、いろいろ情報、それはね、あの人は受かった、僕は落ちたとかで落ち込んだりするかもしれませんけども、これはね、コミュニティですから働き出したってね。これはあの、ぶっちゃけましょうの皆さん映っていただいてますけど、皆さん社内でもやっぱキーパーソンですよ。で、キーパーソンって情報入ってきまんねん。で、もちろん自分が発信することもあるし、ないしは自分が発信して相手からもらうこと、ギブアンドテイクってよう言うたもんでね。そういう意味で自分が与えたり、与えてもらえる仲間、一緒に戦っとる連中ですね。この人たちの数を今の3倍にしてください。はい。今が十分ってことありません。例えばビジネスやってても、もうネットワークがすごい人ってめちゃくちゃいるんですよ。このネットワークが広くて、そんなことってありませんから。だから、最低でも今いる、あ、この人とは就活の話ちゃんと定期的にできるな、相談できるな、情報のやり取りができるなっていう人を今ちょっと数えてみて、これを3倍にしよう。絶対、
はい、これ超大事、まあ、3倍で止めるんじゃなくてね、その後もまあ多分あなたもその効能を実感するから、そこから先自分で習慣化していけるじゃないですか。なのでまあそれ3つ目やると。4つ目、申し込もう、申し込みましょう。今何社受けてるのか知りませんけども、今受けてる会社の、まあこれも3倍やな。3倍申し込みましょう。あのね、ぶっちゃけ多分今どうしようかな、20社受けてるとするじゃないですか。大体今年多分景気悪いんでみんなもっと受けると思いますけど、21卒とか20卒のレクミの会員さん、まあ宮廷総経とかね、まあ同社だったら同社の方とか、まあ そういった方々多いんですけども、真面目に会社、受ける会社ですせと言ってる会社は平均すると15社から20社ぐらいです。ES のコピーペとかプレエントリーしただけとかっていうともっとあるみたいですけど、まあいずれにせよ本気で受けてる数が15社ぐらいから20社。今年は多分景気悪いんで20に相当近くなる。ないしは20を超えてくるんじゃないかなと思ってますけど、これ増やしましょう。で、これはね、やたらめったら増やすじゃなくて、自分なりの理由を持って増やしていただきたい。要は、そうするとね、最初はね、みんなが知ってる会社さんとか、企業さんで PR してる会社が目につくから、そこね、やると思います。だけどこれ3倍にしようと思うと、産業のこととか世の中のこととかに関心、興味関心を持ったり、自分で学んでいかへんかったらもう増やしようがありませんので、だもうやたらめったら何でも増やせないので、理由を持って増やす。これはね、一つ産業の理解とか自分の勉強になりますから、なあとかつね、自分の受かる可能性というか裾野も広げるわけですよ。だそういう意味では、そういう時間にしていただくというのもこれ大事です。でね、なんで3倍っていうのかっていうとですね、1.5 倍とかってぶっちゃけ今やってることの延長線上でやれちゃうんですよ。でもね、3倍ってなると今の延長線上ではほぼ無理です。ほぼ無理です。延長線上でいけるのだいたいね、 120% とか 130% ぐらいまでですね。で、違う戦い方しなあかんと思うんですよ。だから今とは違う次元のゲームの仕方、要は自分の興味関心だけじゃなくて、例えば3倍にしようと思ったら自分以外の一番信用できる友達の興味関心を借りてくるとかいうような、なんか違う戦い方をせないかな、だから違う戦い方をしてほしいという話でございますので、これも3倍いきましょう。5番目はね、習うより慣れろという話はね、ご視聴いただいている方何回か聞いてると思います。もうね、人間中が基本的にこれが最強の能力開発というか習得手段です。僕多分皆さんより今仕事できると思うんですよ。まあ、でもなんでや言うたら、20年やってますからね。そこですわ、正直言うと。だから、良い経験を積むという意味で、今面接受けようと思ったら、やってますから、企業さん。だから、面接を今何個受けたことあるのかな、わかんないけど、仮にあなたが面接を5個受けたことがあったんだとしたら、これ3倍はね、もうちょっと相手のこともあるんで、ないしあと1ヶ月だから時間あるかもしれませんので、まあ、正味12月のね、23の週とか、なったらほぼ企業さん、まあ、動かなくなってくるし、最終週なんて動いてませんでね、倍、今5社受けてんのやったら10社受けてみてください。はい。だからそれをやるために、どういう会社を受けたらええんかとか、どういう手取り書書いたらええんかとかありますから、これもね、練習ですわ。マジでね、面接なんでね、まあ、場数っすよ。いや、本当に。皆さん、その経験値がね、十分じゃないままに落ちたとか、なんか PR の内容が悪かったとか言いますけど、コミュニケーションなんで、大人とコミュニケーション、社会人でコミュニケーションするって、大学生の時って実は多いように見えますけど、全くもって少ないですから。で、10って多く感じるかもしれませんけど、仮にあなたがどっかの会社の営業マンになって月に10商談もやってなかったら、まあ、会社によりますよ、よりますけど、お前何しに来とんねん会社にっていう話ですから、それ別に新規やってようが既存やってようがそんなちょるもんではございませんので、別に今パッと聞いたら大変聞こえるかもしれませんけど、別に働き出したらそれぐらい普通なんで、それぐらいストレッチにやっていく。これ5番、面接、倍。6個目、これはね、面接まあやる言いましたけども、その、まあ、コミュニケーションはハウですわな。でも、本質的には言うな、かん、ワットですよ。まあ、みんながガクチカっていうやつ。これね、多分、今、ガクチカっぽいもんで何かしらあると思うんです。別にね、その作文をせえなんていうつもりはなくて、それ、過去あなたがやってきた経験のことをサマリーして今話してるじゃないですか。これを、今から3つ増やしてください。今喋ってないガクチカ。要はその1ヶ月で作るわけ。作るっていうのは過去を振り返るっていうより今から経験する。1ヶ月でいい仕事するってことですね。要は自分が語れるぐらい、でもこれ簡単ですよ。簡単っていうのはって思うかもしれないけど、
こういうことを言いたいな、例えばあなたは僕は論理的思考が強い人ですっていうことを言いたかったとすると、何でもいいんですよこれは。それが証明できる、何しろ、あ、聞いた人がそうか、君はそういうふうに行動したんかって聞いて分かる行動を今から1ヶ月取り合いっていうわけです。その3つの行動、3つの能力、何でもよろしいですが、自分がいいなと思うことを言える3つの行動をしっかり、でそれをちゃんとその一定ね、記憶って曖昧になっていくし忘れていきますから、思い留めて喋れるレベルまでちゃんと残していくというか、記憶できる状態にしていく。ガクチカを3つ増やす、これ簡単ですよ。難しく感じるかもしれませんけど、そんな別にやりゃいいだけですから、はい、頭使ったら、論理的なんとかって言ったら頭つけゃいいだけですから、はい、そういう話でございます。これ6個目と7個目はさっき面接の話しましたよね。面接って要はオンかオフかで言うと、当然ながらオン、オン中のオンのコミュニケーションですよね、企業さんと。で、今から12月に向かっていきますやんか。12月っていうのは非常によくて、12月とか1月とか、暦が変わるとき。まあ、忘年会ね、今年はGoTo やとかコロナとか言うてますから、まあ、やりにくいのはやりにくいですけども、まあ、基本的には皆さんね、いろんな交流が増える暦でございます。なんで、オフっぽい関わり合い方、社会人とのね、オフっぽい関わり合い方を、じゃあ10人にしようか。10人やってみて。10人。例えば、学校の先輩、ゼミの先輩でもええし、部活の先輩、部活やサークルの先輩でもええし、あとは今 OB 訪問のサイトとかもあったりするじゃないですか。まあ、これは、まあ、そっち系は半分オフ、半分オンみたいな、まあ、オン色強いんですよ。強いんだけども、まあまあ、よしとしましょう。ちょっと今、時節柄ね、会社行って OB 訪問させてくれとかもしにくいから。さもギリギリセーフとしますから、10人オフっぽい、要はリクミのねライブとかやらせていただきますし、あの顔と名前が見えるっていうやつもやってますけども、ああいう相手と顔と名前が見えてちゃんと会話する、まあオフっぽいというのかな、人事の人が仕立ててくれた何かじゃなくてしっかりコミュニケーション会話する面接じゃない形のやつね、これをね10本やってみてください。10人、あのね、絶対あなたが知らない気づきがね、ありますよ。で、企業さんだって、例えば僕ら彼らとね、一緒に食事させてもらったりとか、酒飲みに行ったりとかしますけど、まあね、ぶっちゃけましょうの皆さんは、ごくごくオフっぽい状態と、その画面に映っていただいている状態の落差が少ない人たちであることは間違いありません。それは僕約束します。だけど、それはオフっぽい時の方が、ぽいですよ。その人たちの個性が出てるし、キャラクターというか雰囲気っていうんですか、社風が出てるなって僕感じるんで、そこをね、睨みに行くというか、インプットしに行く。これ7個ね。あと3個か。これね、僕もそうですし、皆さんもそうですけど、これから皆さん社会に出ていくわけですね。で、今大学行ってると。で、まあどういう状態で行ってるかわかりませんけども、親にスポンサーされてんのか、奨学金いただいてんのか分かりませんけども、まあ何しか、あなたにとって一番身近な社会人って誰やねんと言うと、まあ父ちゃん、母ちゃんだったり、親戚の方だったり、まあその家庭環境人にそれぞれだと思いますけど、意外とね、身近な人にと喋るって恥ずかしいんですよ。恥ずかしいんですけども、一番身近な社会人の人と、めっちゃディープにその人の仕事感とか、仕事のキャリアのこととか聞いてみてください。仮にね、まあ、僕の場合やったら父ちゃんなわけですけども、父ちゃんとそんな深く喋ったことあるかっていうと、僕ちょっと気恥ずかしいのもあって、大学生の時多分したことなかったと思います。でもまあ、しとったらよかったなって思いますし、ないしは社会出てからね、父ちゃんの凄さというか、もうそもそもね、何十年も働く時点ですげえなと思うんですけど、で、そのなんか、ロングストーリーっていうのかな、ディープストーリーっていうのかな、それをね、身近な人の方がその踏み込んで聞けますから、最初恥ずかしいよ。もうこれはもう間違いない。まだありがとうから始まって、別に父ちゃんじゃなくたって別に誰でもいいんですけども、一番自分が身近いな、今この話聞きながら思いついた一番身近な人とディープにその人の話聞いてみて、仕事の話。多分ね、仕事以外のことも出てくると思う。で、実はね、キャリアっていうのは別に仕事だけの話ではございませんで、自分のライフをどう生きるかという中に、そのワークというかね、仕事オンの部分があるだけの話でございますので、まあそういったね、総合的な情報というのかな、を一つ、仕入れてくるというか、学ぶというのはこれおすすめですね。八つ目。あと二個か。僕はね、これ最後に、まあもうやば、思いついたから言いますけど、神頼みっていうかね。いや、別に宗教がね、僕どっかの熱心ななんかの教徒とかではないんですけど、なんかこう、
あれしません？こう修学旅行なり、でどっかお寺神社仏閣行ったりするじゃないですか。で別にそれがチャーチというか教会でもいいんですよ、どこでもいいんだけども、ああいうこう厳かなところ、まあ厳かにできてますやんか。で別に神様のこと詳しく分かんないかも、もう僕は正直分かんないんですけども、でもまあこうやってね手を合わせてなんかこうシュンと考えるって、僕はね実は世界中で宗教ってあるし、ああいう施設ってあるじゃないですか。別にお金を稼ぐ施設でもないですけども、今も現存していて、でそれにまあそれこそ正月ね初詣行く人多いと思いますけど、まあ僕らの一つ文化ですよっていう時に、あえてこうちょっと落ち着いて、こうね何ていうのかな、お願い事というかを振り返るっていうか、ちょっと心落ち着けて話すっていうのですかね、は僕は結構大事なことだと思っていて、意外と日常生活でわちゃわちゃしてるし走り続けている、だけど一瞬瞬間は音楽のポーズとか止める時間と一緒でちょっとシーンとこうなるじゃないですか。それをねしっかり一回やる、はい、別に頼むことは何でもいいですよ。バイトでお金持ちになりたいなのかもしれへんし、パートナーができたら嬉しいなのかもしれへんし、だけどちょっと一回自分で、うん、で神頼みっていうか心を落ち着けて、するという時間を取られること、これはね普通にやっててももしかしたらやるかもしれませんけども、そこにちょっと意識を向けてやってみる。あと最後10個目、喋りながら思いつきまして、僕はね年末年始っていうのは非常にいい時だと思っていて、ちょうど1年終わるわけですよ。今年なんていろいろありましたやんか。まさかね、あとの学校もね、今そのリモートで行ってたりとかあると思いますけど、まさかあんなに毎日ね、通ってた学校が行かへんくなると思わんかったでしょ。いろいろあったわけです。これはもうみんなね、その全員そうなわけですけども、今年をね、しっかり振り返る。これめちゃくちゃ大事。今年をしっかり振り返る。で、これはね、勝手に暦上、もうクリスマス終わったらね、パン、パラパラパラパンって街がそうなるわけですよ。テレビにしたって、他のメディアにしたって。そうすると勝手にね落ち着きモードになりますわ。でその時流に乗るっていうのもいいことで、それに合わせてちゃんと今年の1年自分の行動を振り返ってみる。これめっちゃ大事です。めっちゃ大事で、あかんかったなって思うこと、あのテストもうちょっと頑張っとったらよかったとか、まあ、反省することはそれは人間がありますよ。反省することもちゃんと最大3つ、いっぱい出てくるよ、いっぱい出てくるけど、一番今年学ぶべき伸びしろのポイントはこの3つやったらいいんですよ。人生で毎年3つずつ改善していったら100年時代とか言われてますから、皆さんあと80年ありますんで相当パワーアップしますから、はい。なんで学ぶべきポイント、これは直すぞっていうやつ3つちゃんと振り返るのと同時に、俺はこの3つ今年のこの3つの行動は自分で褒められるな、これはようやったと思えることもちゃんと3つ、これ多くていいんですよ、多くていいんだけど、最低でもしっかりこれはベスト3やって言えるやつをちゃんとレビューする。それは別に就活っぽいことだろうが何だろうが全然いいです。もう俺はこのバイトにもめちゃめちゃ頑張ったでもいいし、パートナーのこと直接めちゃくちゃ大事にしたとか親孝行した、何でもいいです。何でもいいんだけど、自分の生活この1年間をしっかり振り返る。いいやん、オチっぽいよ10個目に。これあと年末やしな、いい質問してくれたね。ぜひね、これ言った俺も自分であれやけど、やるのも、いやでもね、大変やって思うかも、約束やからね、達成したい言うてるから頑張ってみてください。でね、大変そうに見えますけど、別に働き出したらこれぐらいのことやりますから。一個一個置き換えたら。絶対あります。それでできんかったら仕事できへんのお前って感じなんで、そこはね、もちろん学業があるとか、言い訳しだしたらいっぱいありますよ。だけどその中でもどうやって時間を捻出していくのかっていうことが、まあ、戦いでございますから、ぜひこの10個ね、でも本当にね言うのは、やったらね、今月ね11月末ぐらいか12月頭ぐらいに配信すると思いますけども、とビフォーアフター比べてください。全く変わってる。知らんかったこといっぱい知ってるし、知ってなかった経験をたくさんしているし、振り返れなかったことがより深く広く振り返れてられているし、いう風に1ヶ月では俺こんなにパワーアップできんねんなって多分思います。いつでも人間変われるしパワーアップできますから、そんな感じで取り組んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。いやー、いい質問でしたね、ありがとうございます。おっちゃん頑張って10個ひねり出したなと、思っていただいた方、ないしは1個でもよしやってみるぞという方いらっしゃったら、高評価いただきたいし、チャンネル登録いただきたい。あとね、ご質問者さん、大変やなと思わんとね、
ぜひぜひこれぐらいは余裕や俺はというぐらいの感じでね、取り組んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。応援しております。皆さん、引き続きよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございます。